鈴木楽器さんのチャンネルをご覧の皆さん、大江豊でございます。いやー、今日も電話会をさせていただき、やっぱり直で喋れるっていうのが、これがすごいですよね。他ではやったことないです。やっぱり鈴木楽器さんだからこそ、このアナログに対してがこれ大事なんですね。やっぱりパソコン使えない人とかいらっしゃると思うんですよね。お母さんとかおばあちゃんであったり、 おじいちゃんであったり、僕のおじいちゃんも実際のところパソコン使いません。その中でこうして電話で直にタレントさんと喋れるって、もうこれは夢みたいな話だと思う。なんか自分を挙げてるみたいですけど、他の方のこと言ってるんですよでもこんな会を開いてくださるこの鈴木楽器さん、幸せでございます。